海と太陽と緑の里、小平町の美味しいものをどんとご紹介。まずはホタテです。小平町ではホタテの稚貝養殖が盛んで、春にはオホーツク海への出荷が最盛期を迎えます。オホーツク海のホタテも有名ですが、日本海の荒波で育ったホタテは甘みも強く、海の栄養をたっぷりと含んだ美味しいホタテです。カツホタテは地元小平町で購入することができます。小平町薄谷地区にある薄谷漁港の漁師の作業所前では、殻付きのカツホタテを海水浴シーズンを中心に販売しています。キャンプや海水浴でのバーベキューには欠かせない生きの良いホタテ、ぜひ味わってください。同じ薄谷漁港では水揚げされたばかりの水ダコを浜で茹で上げ、出来たてをその場で販売もしています。太くてプリプリ、弾力のある水ダコの足や旨味を十分に味わえる頭などを直接買えるので人気です。海産物の加工品も人気があります。漁師さん考案のちぎりホタテは、乾燥させたホタテの貝柱を食べやすいサイズに細かくちぎったもの。酒のつまみに最高です。小平町鬼鹿にあるタコ加工品の専門店藤田水産では、さまざまなタコ加工品を販売しています。タコ一杯丸ごと燻製にした一杯ダコ、噛めば噛むほどタコの旨味が味わえる引っ張りダコのほか、タコの口とんび、皮、まぶたなど、ほぼすべての部位を燻製で味わうことができます。そして最後にご紹介するのはウニ一夜漬けです。小平町鬼鹿地区の前浜で採れた新鮮なウニを塩で漬けた珍味です。エゾバフンウニと北紫ウニの2種類があります。昔ながらの製法で手作りした一品をぜひ味わってください。小平町の特産品は道の駅小平にしんばんや観光交流センターでどうぞ。また小平町の特産品に関するお問い合わせは留萌観光連盟まで。電話番号は市外局番 0164-42-3871 番です。留萌観光連盟のウェブサイト、パブリックメディア型観光情報サイト、留萌クラブも合わせてご覧ください。